溶融したフリーベ溶融ジオとは、食塩などの非、イオンと、陰イオンからなる塩で、溶融状態にあるものを言う。文部省学術用語集科学編では、有解時を、誘拐塩 A、フューズドソルトを溶融ジオと同意とする。原子力分野では、溶を、溶の字に置き換えた、溶融ジオを用いる場合もある。また、金属精錬分野では、伝統的に、フラックスと呼ぶ。 溶融樹液の中で100摂氏150度以下の温度で液体状態にあるものは常温溶融樹液またはイオン液体と呼ぶ。溶融円中のイオンは水溶液中のイオンとは異なりイオンの周りに中性の水分子が配位しないため、非イオンと影イオン間の距離が近くイオン間の空論力が強い。このため水溶液中のイオンとは異なる性質を示すことが多い。 これにより次のような特徴が生じる。溶融塩は次の 4K に分類される。イオン化エネルギーの小さいアルカリ金属やアルカリドルイ金属と電子親和力の大きいハロゲンで構成される塩で高温で融解すると非、イオンと影イオンに乖りする。イオン性の強い塩を溶解しやすいため、工業プロセスに広く利用されている。この場合、溶融温度の低減化による、 エネルギー消費削減や原料物質の溶解度を上げる等のため数種類の塩を混合した複合塩を用いることがある。この系の例として、コクルに、NACL コクルに、ノフアルフ酸、リフビフ2等がある。影イオンが、硝酸、硫酸、炭酸、酢酸,酸,酸,酸、リン酸イオン等の基礎酸イオンからなる溶融塩で、非ン種は、LI、NA。 系統のアルカリ金属であることが多い。種類により、溶油温度は異なるが、概して、イオン導電率が高い。電位窓は、陽極反応で、影音が分解して、気体発生する電位で決まることが多い。この系の例として、KNO3、NANO3、l i ノ o オグの3等がある。アルクル酸 ZNCL2 やランタノイド元素の、ハロゲン化け物などの分子性の塩に、 NaCl などのアルカリ金属ハロゲン化物のような、イオン性の強い塩を混合して得られる溶油塩で、ある。この系の溶油塩は、イオン導電率が低くなるが、低融点である。この系の例として、アルクル酸 n a c l 等がある。イオン液体とも言う。1、ピレディニアムクロリドや1エチルマイナス酸、メサリマダソーリアムクロリドのような有機塩化物と、 アルクル酸の分子性の使用を混合すると、室温、常圧で液体となる。この有機塩化物の有機比、イオン部分は、様々な分子構造を持ったものを合成可能である。これにより、使用目的に応じた物性を持つ、イオン液体を作成可能である。陰陽イオンのサイズを大きくして、空論相互作用を低減するや、分子の対称性を低くして、 温量イオンのパッキングを低減させて溶ジオの優点を低減するなどが行われている。この系の例として1914年にバルデンより報告されたエチルアンモニウム症酸塩や中華エチルピリジニウム、アルクル酸等がある。前基酸系はイオン種の違いによる分類だが、この系は溶融温度による分類であり、他の系との区分は曖昧である。塩化物自用の混合物は、 様々な合金の焼きなましやオステナイトのマルテンパー処理等の使用欲に用いる。また、シアン化ナトリウム等は、新炭や軟窒化処理などの表面処理塩欲に用いる。溶融状電解は、電位窓が広いことから、水溶液の電解では、製造困難なアルカリ金属、アルカリドルイ金属、アルミニウム、フッ素などの製造に利用される。この方法では、 原料物質を溶融した溶液樹を用いることで、原料濃度100%の高濃度溶液として、電気分解が可能である。また、イオン導電率が高く、高温であるため反応速度や、拡散速度が速くなるため生産性が高く、水溶液電解より小型の電解層で製造が、可能である。また原料塩に、他の塩を添加して、溶液温度を低下させて加熱エネルギーコストを下げる。 ことも行われる。2008年段階で、下記物質が、溶融需要電気分解法で、工業的に生産されている。過去には、金属ベリリウム、金属ウ素、金属シリコンの製造にも用いられたが、1990年代までに、他方にとって変わられた。太陽熱発電は、太陽光を多くの鏡で集光し、その焦点にある物質を温めその熱で発生させた。 水蒸気で蒸気タービンを回転させる発電方式である。この発電では昼間に太陽熱の一部を蓄熱することで夜間も発電可能となる。この方式は太陽光、風力発電など出力が変動する発電と蓄電池を組み合わせて夜間に給電するシステムと比べ安価という利点があるため地中海沿岸諸国、アメリカ、オーストラリア、 中国等で実用化を目指した開発がなされている。この蓄熱材料として、単位重量あたりの比熱や、誘拐線熱が大きいアルカリ金属ハロゲン系や、オキシ酸塩系の溶油塩が使用されている。イタリア・シチリア島の白草近くで2010年7月に運用を開始した、アルキメデス太陽熱発電所では、KNO3NANO3 溶融塩1300トンを、 蓄熱剤とし、摂氏290度の溶融塩を、摂氏540度に消温するときの顕熱として、80MWhth のエネルギーを蓄熱する。これは、同発電所の7時間分の発電エネルギーに相当する。太陽熱発電話で構成される。すなわち、この発電方式は、熱源が太陽エネルギーであることを除けば、 火力発電所と同じ気力発電技術を使用している。この気力発電の効率はカルノーサイクルで規定され、熱交換システムで発生する水蒸気温度が高いほど発電効率が高いことが知られている。このため、周熱システム、熱伝達システムは高温で動作することが望ましい。多くの太陽熱発電所では熱伝達システムの熱媒体として、 有機オイルが用いられているが、使用可能温度が低い、因果点が低い等の課題があるため、より高温で使用でき不燃性の熱媒体が望まれている。溶油樹は高温で、低蒸気圧かつ不燃、または難燃性であり、さらに低密度、低燃性率のため液体を駆動するエネルギーも少なくて済むという特性から、太陽熱発電の熱媒体に用いられる。 スペインのアンディスル太陽熱発電所では、KNO3NANO3 溶融樹をこの目的に使用している。溶融樹を使用する蓄熱技術は、現在の大規模エネルギー貯蓄システムにおいて一番費用が低く、化石燃料や天然ガス及び原子力発電のコストと同等とされる。イオン液体の中には、融点が有機溶売の沸点以下かつ、 有機溶媒と混和しないものがある。このような二種の液体を用いた液液抽出が行われている。また、イオン液体の種類によっては水にも、有機溶媒にも混和しないものがあり、これら三種類の液体を利用した抽出法の研究も行われている。レドックスフロー電池は二次電池の一種であり、密る放電回数が1万回以上、構造が単純で、 大型化が容易という利点があるが、充電容量が小さいため実用化は困難であった。このレドックスフロー電池では、バナジウム等を溶解した水溶液でバナジウム等を酸化還元させてエネルギーを保存する。この水溶液をイオン液体に置き換えることで溶解する、イオン量を増大させ、単位体積あたりの充電容量を増加させることが可能となる。 住友電工社の試算によると、電池体積が、リチウムイオン電池の約1、2、ナトリウム、イオン電池の約1、4に小型化可能である。燃料電池は水を電気分解して、酸素と水素を発生させる、反応の逆反応で、水素と酸素を反応させて、電気と水を発生させる発電装置である。この電池では電解質を挟んで、 アノードマイナスカソードの二つの電極を設け、アノード側に水素、カソード側に酸素を供給すると、酸素側がプラス極、水素側がマイナス極の電池となる。この電池は原料さえ供給し続ければ、発電を続ける。その意味で電池というより、発電装置と呼ぶ方が適切である。水系の電解質の場合電子は酸素極から、 水素極に向かって電解室中を水酸化イオンの形で移動する。溶油炭酸使用型燃料電池では、この電解室として Li2CO3 や K2CO3 等の炭酸脂を約摂氏650度に加熱した溶油樹を用いる。この電池では、電子は溶油塩中の CO3 イオンの形で電解室の中を移動する。この燃料電池は、 水系電解質を用いた電池と異なり、水素とともに天然ガスの解出ガスや石炭ガス化ガスなどに含まれる CO を燃料とすることが可能である。キャパシタは急速な充放電が可能な特性から自動車のアイドリングストップ時の始動ブレーキをかけた時のエネルギー回収を行うための蓄電デバイスとして使われる。キャパシタでは2枚の電極間に電解質を含む、 溶液を入れ、充電放電に伴い電解質中の音明イオンが、それぞれ別の電極に物理的に急脱着する。このため、放電容量を上げるには電解質中のイオン量が多いことが望ましい。イオン液体はそれ自体音明イオン濃度が100%の物質であるため充電容量が上がることが期待されている。エチルメチルイミダゾール、マイナスビスイミド系などが研究されている。 第四世代原子炉の一つの概念である溶融剤原子炉では、フッ素系の溶融剤を一時冷却剤として用いると、共にその中に核燃料である UF4 を溶解して使用する。この型の原子炉は、アメリカのオークリッチ国立研究所で1965年に実験炉が作られた。そこでは、 リフビフ2を4倍とし THF4UF4 を溶解した溶融ジオが用いられた。第4世代原子炉では、リフビフ2 t h f 4 u f 4系以外に、リフビフ2 t h f 4 u f 3 9系、ノフ ZRF2 超ウラン元素系の溶融ジオなどの使用が検討されている。ありがとうございます。